エビス橋小畜は、かつて、大阪市中央区に存在した、園芸場。千日、土地建物経営。終戦直後における大阪唯一の寄せとして知られた。通称、エビス松。元来は、映画館。戦前から、吉本工業に対抗していく度か、園芸進出を図っていた、小畜創業者で会長の白井松次郎が、1947年に、 自ら経営する千日、土地経営の映画館、恵比寿橋地区を改装して、演芸場に転換。漫談家、下月亭九里丸や五代目小福亭小閣の落語層の同人が中心となり、演芸人が集合。会場時には、九里丸のアイデアで、かつて舞台役者が、道頓堀での芝居工業初日の際に行った。 道頓堀川の船乗り込みを模したイベントが模様された。戦後の情報落語会を支えた落語四天王らが新人として修行を重ね、また爆笑漫才の中田大丸ラケットなど様々な芸人がこの劇場の舞台で腕を磨いた。東京からも幾人かの芸人が来園し、東西園芸交流の舞台ともなった。 当時、恵比寿橋小区で行われていた若手の会、恵比寿松日曜会の集合写真。後列右が六代目昇福亭昇格。左に三代目米之助、五代目、文江、極道南寮。子供は、渡田だまっさる定員は300名程度でバラック作りの、小屋ながら、中店が存在し、二階事務所は、東京から来園した芸人が宿泊したりしていた。当初は、 完全に入れ替え制でかつ全席指定席であった。これは東京の東方演芸場に習ったものだが、やがて客足が落ちると入れ替え制を撤廃し、団体客を入れるようになった。客層も変化して、じっくり落語を演じるよりも、賑やかな色物が好まれるようになった。1951年以降は、朝日放送と提携して、舞台中継が放送された。 1954年、エビス橋小畜支配人も務めていた、勝田たは千土地を辞して、独立を図り、エビス橋小畜常連の一部の芸人を引き連れて、新生プロダクションを設立。千土地は対抗上残ったエビス橋小畜のレギュラー陣を専属化し、また現在の経営プロダクションの母体とも言える秋田。 ミノルの情報演芸に所属する芸人を迎えて番組を編成した。しかし、1000土地の経営基盤を確立する名目で1000日前の大阪歌舞伎座を南馬駅前の新歌舞伎座へ移転することとなり、その建設資金年出のため1957年1月下席を持って北海道拓殖銀行に敷地を譲として閉鎖された。現在は跡地に、 近鉄南バビルが立ち、地下は大阪南馬駅の構内となっている。朝日放送ラジオの朝日放送ラジオ落語ライブラリーには1955年4月9日、収録の台だけの恋の手ほどきの漫才と砂川捨て丸のコンビ生活50周年、記念の工場の音が残されている。多多数ほか数通称、カブチカ1000日前、 大阪歌舞伎座の誓いにあった劇場で、元来は映画館。1957年1月1日に、恵比寿橋小畜の代替劇場として開場したが、翌1958年4月30日に、大阪歌舞伎座閉鎖と運命を共にした。閉鎖理由は、歌舞伎座ビルの改装のほか近鉄が地下線で、難波に延伸すべくその工事の開始が近々予定され、 地下劇場の運営に支障が出ることが想定されたためである。収容人数は300から400人程度であるが、客席に柱が2本存在していたり、寄せ林の音が楽屋を伝って、上階の歌舞伎座の舞台にまで漏れてしまうなど、構造上問題があったと言われている。京都、新京国の六角通にあった劇場。1958年5月1日会場。 1959年1月31日をもって映画館に転校。1000日前、大阪歌舞伎座を改装した1000日デパートの6階に会場した劇場。1958年12月1日会場。1969年4月30日閉鎖。ありがとうございます。